インタビュー。もう一つすごく今問題だと思うのは、肌は外から水を補えば水分が補えるっていう考えていることがおかしいですよ。なぜならば肌の中の水分がもしただの水分であるならば、例えばマイナス20度とかマイナス10度とかですよね。そういったところに行って、例えばなんかスキーをやったり働いたりしたら皮膚の表面凍りませんかっていう話なんです。確かにそうですね。言われてみる。凍らないんですよ、皮膚の表面は。マイナス20度のところに至って、30度のところに至って、皮膚の表面が凍って、笑ったらパリンと割れましたなんてこと聞いたことないでしょ。凍らないんです。だからそれはなんでかって言ったら、強合水って言いましたよね。水分がタンパクだとかアミノ酸だとかと、こう、結合してるんですよ。だから、不凍水なんですね。不凍水っていうのは、凍らない水っていうんですよね。凍らない水が外からの水、そういうようなものであるのに、外から水入れてどうするんですか、ということなんです。だから、皮膚の表面の水っていうのは、外からはもう補えるものではなくて、飲んだりして初めて中から、神秘側から染み込んで初めて潤うものであって、外からその水を補えるって考えること自体が大間違いなんですよ。もしね、水が外からこう補えるものであったら、こういう美容方法が必ず出てきます。例えばですね、顔を洗いました。水が皮膚の中に浸透するまで、1分でも3分でもいいからちょっと待ちましょうよ。浸透するので。それから、待ってから、拭いて、なんかいろいろつけましょうとかね。そういうふうになっていくはずです。お風呂で洗ったら、顔洗ったら、お風呂から上がる前に、水で濡らしたまま、それが浸透するまで、2分でも3分でも5分でも、待ってから、拭いてください。すぐ拭くともったいないですよ。いうような美容方法って今まで聞いたことありますかっていうと、世界にないです。なんでないのか。水は、肌にとって大敵だからです。これはもうなんか、本当に真実なんですよ。なんで快適なのかっていうと、まず快適だっていう前に、美容方法を自分で確認してみてください。顔洗ったら、例えば拭くときにね、半分ぐらい拭いて、半分ぐらい水分が残るようにして、ちょっと拭いてみてください。不完全に。そうすると、すごく気持ち悪い。拭きたいですよ。拭きたいんです。人間って、濡れたら、肌にいいからもうこの水分このままにしとこうなんて思わなくて、濡れたらすぐ拭きたいですよね。しかも完璧に拭きたいんですよ。なぜなら、そういうことが、水っていうのは肌を壊すものということを本能的に人間は知ってるからです。わかるからですね。例えばですね、もう一つ言うと、先ほどのこの皮膚の表面ですね。これは、例えば乾燥した状態になると、この表面の、こっち側の表面は縮んで、裏は水分がありますから、こういうふうにカールするんですよ。これ、例えばドライヤーでこうやって、バーってやってると、どうなるかっていうと、スルメを焼いたみたいに、これがぐーっとカールしてきて、それでケバケバしてきて、粉吹いたみたいになってきて、これ一個一個は粉みたいに見えますから、くるーっとカールして、で、落ちていく。落ちると、この下の皮膚を作る母細胞っていうね、細胞が、分裂をして、それで1個細胞ができるんです。これが落ちなければ分裂しないっていうような、そういうメカニズムに肌はなっているので、肌の表面は常に平らで、ボコボコしたりしないわけですね。その水をですね、つけると、非常に強力にこのカールが強くなるので、こういう隙間がたくさん空いてしまうということも、ありますので、それで隙間が空いてしまうし、先ほどお見せした辞書の感じですね。辞書のように。辞書を水につけちゃうと、これを水にドボンとつけると、この紙っていうのはボコボコになるじゃないですか。そういう風にして、せっかくのバリアが壊れてしまう。そうやって、皮膚の一番大事な、その保湿膜が壊れてしまうんですよっていうことだと、私は思うんですけどね。本当にもう、先生さらっとおっしゃってますけども、本当にどれも、ある意味、その、化粧品とか、はい、業界にしてみると全部根本が揺らぐ話だと思うんですけど、はい、やっぱり伺いたいんですけど、なんで、はい、さっきの見て先生の話がですね、とてもね、もうシャンプーも、はい、下手したら水というか、なんだろう、化粧水もですけど、とても怖くて使えない。使わないの今の写真とどう見てもいい感じするんですけど、でもこれだけこう、今、一大産業というかね、はい、昔からですけど、っていうふうになったら、もちろんね、そこにお金が絡むとか、はい、いろんな既得権とかあるからだと思うんですけど、本当にそこの世界でやってる、作ってる人たちは、それがやっぱいいと思ってやってるからなのか、ちょっとごめんなさい、質問大きすぎて恐縮なんですけども、はい、もちろん、なんでこういうことになっちゃったのかなと。確かに、汚れたりしたら、はい、石鹸つけて洗わなくちゃいけないこともありますし、そのシャンプーでたまに洗うと、やっぱりスッキリすると思うんですね。油がスッキリ落ちて。やっぱりその気持ちよさを優先するっていうことがまず一つあるのかなと思いますよね。ただそれを毎日のように繰り返すこと自体が問題なんであって、例えばちょっと僕わかりませんけど、1ヶ月に一遍とか、1週間に一遍とか、そういった形で使うのであれば、もしかしたら、必要はないんですけど、そういった形であればまだいいと思うんですけど、毎日毎日どんないいものでも、自然には、界面活性剤って自然にはないものなので、そういった自然にはないものを毎日毎日こう使い続けるっていうことが、やっぱり何かしら悪いことが起こってくるっていうのは容易に考えつくんだろうなと思うんですけど、やっぱり使いたい人が多いから、会社は売るっていう。ありがとうございます。そうなんですよね。私の先輩なんかも、シャンプーやめた方がいいですよと。結構スカスカで薄くなってるので、僕もそのぐらいの頭だったんだけど、今ちょっと多くなりましたよとやめたら、次、俺は絶対やめないって言うんですよ。俺は絶対やめんぞ。あんな気持ちいいものはやめられない。そうか、そういう考え方。そういうふうに、言う先輩もいて、理屈じゃないんだ。そうなんですよね。いくら理論的に、いらないんですよとかね。油自体は理想的な、洗顔っていうのは、酸化した油だけを落とす。酸化した油っていうのは水で流れるんですね。なので、ほとんどのものは水で流れるんで、酸化した油、つまり臭い油だけは水で流しましょう。他の油は、酸化してない油は残しましょう。それを残すことによって、油は、この補充する油が必要なくなるので、油は出なくなるんですよね。そうすると、だんだん油を作る皮脂腺は、ちっちゃくなっていくんですよ。ものすごい洗顔をいっぱいしてる人たち、例えばニキビで悩んでる人たちなんかは、昔はそうだったんですけど、顔を石鹸で洗えば洗うほど、夏みかんみたいな皮膚になっていくわけですよね。人の顔って、私は桃のような、キメがあると桃みたいになって、リンゴはキメのない肌ですけど、桃のような肌になるのか、それとも夏みかんのような肌になるのかっていうのは、これは洗顔の習慣が分けるんです。なぜかというと、油をたくさん一日に何回も何回も石鹸で洗ったりする人は、皮膚の中の皮脂が、皮脂腺ですね。油を作る組織がモリモリになっていく。そうすると、毛の周りにそういった組織が多くなると、こう盛り上がってきて、夏みかんみたいな皮膚になっちゃうんですね。ところが、あんまり石鹸を使わない人なんかは、皮脂腺が増えないので、皮脂腺がちっちゃくなるので、平らで、キメもあってっていう、その桃の肌みたいなタイプの皮膚になっていくんですよ。なので、私は、最初のスキンケアの常識みたいなものが叩き込まれる。つまり洗脳される。その時期に、顔洗いなさいと石鹸で綺麗にしなさいっていうような吸い込み。そういったものをこうされていると、やっぱりそういう習慣があり、売ってくれっていう人が増える。そうですよね、当然ね。売ってくれっていうのに対して、いやいや、それはいけないよっては言えないですよね。なので、やっぱり需要がまずありきになってくる。でもそれは、そういうふうに指導したから、そういう需要ができてきてるとも言えるので、どこかで医学的な、もう少しスキンケアであるとか、日々の日常生活のケアの仕方みたいなものは、ここ100年とか50年とか、そういった単位で培われてきた習慣だし、理論なんですけど、一度このあたりで総点検して、本当にそれは、いい習慣なのか、歯磨きをこうやってね、やる習慣、それからシャンプーで、こうやって泡だらけにする習慣、体をもう、いろんな、泡つけて、赤こすってやる習慣、そういうようないろんな習慣が、人間は今、たくさん、やりますけども、その習慣が、本当に、医学的に正しい理論の上で行われているのかどうか、これを一度総点検して、確認するって言いますかね、そういうことが必要な時期なんじゃないのかなって僕は思いますね。そこにね、僕ら個人も、まあ、個人差あれど、膨大な時間とお金というか、一生かけて使ってるわけですからね。それが、もし、まあ、まさに先生、ね、おっしゃってるの、究極的にはそれ必要ないんじゃないっていうね、とこまでありますが、そうすると、なんか全然、まあ、いい意味ですけどね、変わってきますよね、人生が。もっと別のことに使えるかもしれない。まあ、やりたい人は、やればいいと思うんですけど、やっぱりトラブルを起こしてる人多いんですよ。そういう、やっぱり乾燥しすぎることによって、皮膚炎を起こしたり、バリアが壊れることによって、アレルギーを起こしやすくしたりっていうような、そういうことで、そういう人っていうのは、例えばシャンプーやめれば、頭のかゆいのだとか、そういうのがむしろ良くなるのに、ますますよく洗ってくださいみたいな感じになって、いつまで経っても治ったり、再発したりを繰り返す。で、どんどん下り坂になる。そういう人たちもいるので、そういう人たちは、まず、一度やめてください。シャンプーもやめましょう。それから、もしができるんだったら、その整髪料を作るのもやめましょう。一度やめると、良くなる慢性的な皮膚炎っていっぱいあります。そうなんですね。何かをね、足すより、やっぱり取り除くというか。先生に、非常に理解が深まったんですけど、またこれも詳しくは本ってなんか誘導してみたいな、そういう意味じゃなくてですね、詳しくはもちろん本を読んでもらいたいんですけど、シンプルに、この、先生がおっしゃるシャンプーをやめて髪を洗うというか、どうやるもんなんでしょうか？もう普通に、指の爪を立てて洗うと、皮膚の表面っていうのは、爪を立てて洗ったり、強く洗ったりしますとですね、皮膚の表面っていうのは、産毛があります。産毛の根っこっていうのはこういうふうにこう、ちょっとこう少し突起があるんですね。尖ってるものなんですよ。これはこういう毛っていうのは、ヒメの、こういう交差点にありますので、普通はこう、中の方にこう埋もれてるんですよね。なので、表面をこう、ただこするぐらいだったら傷つかないんですけど、ぎゅーっともうゴシゴシ洗うと、これ全部傷ついちゃってこういうふうになっちゃうんですよ。よく角質層っていうのは、そのバリアっていうのは、レンガとモルタルの関係ですっていうふうに言われるんですね。で、このレンガの部分が細胞で、モルタルの部分が細胞間脂質っていうその死んだ細胞を、くっつけている油ののりですね。で、こういうふうな構造になってるわけです。で、こういう構造、これがサランラップの膜を作ってるんです。この油に何かこう入り込んだり溶けちゃったりすると、このバリアは破壊されちゃうわけです。今やってることっていうのは、この油の中に、界面活性剤がこう浸透していくようなものを塗らせて、この構造っていうか、このこうがこうグラグラして、こののりが溶けちゃうわけですから、この細胞と細胞の間がガタガタになってしまうんですね。で、そのガタガタにしておいて、これらの成分である、こういう成分がありますけど、こういったものを上から塗っとけば、いうような、スキンケアなんですね。で、細胞間脂質っていうその油の糊ですね。このレンガとモルタルの部分っていうのは、セラミドだとか、コレステロールだとか、コレステロールエステルだとか、こういうような成分ですということは分かっている。それから、ナチュラルモイスチライジングファクターっていう、まあ、自家保湿成分っていうものですけど、これは水に溶けるようなもので、まあ、乳酸だとか尿素だとか、アミノ酸だとか、まあ、そういったものが入っているわけですけど、そういったものも全部分かっている。だけど、いくらそういうものを、これをですね、この材料をここに塗ったとしても、この壁のバリアはできないわけですね。なので、この壁を守ることがどんなにか重要だっていうふうに考えると、この油を溶かす、モルタルを溶かしてしまうようなものを、つけちゃいけないんですよ。そうですね、今の話聞くと。それをつけることが一番、この、そもそもの薄いね、まあ、サランラップですよ。ラップ。ラップを壊してしまう。もう薄いですから、ちょっと塗ればひとたまりもなく壊れてしまうわけですよね。そういう、干からびた肌になっている人がほとんどなんです、今の女性のたちは。先生おっしゃるように、その本にお出し方と思いますけど、なんか理論上というか、肌とか髪にいいものでも、それ以前にそれを使うことによって、プラスにするどころか最初にマイナスにしちゃってるってことですよね。そうですね。そうすると今、洗い方、例えばシャンプーだったら指の腹で、洗い方ですけど、指の腹で、マッサージするような感じで、普通に洗っていただいて。ただ、あんまりこう水かけるだけだと、やっぱり十分な、酸化した油だとか、そういったものは落ちませんので、もう、普通にこう、こすって、洗っていただいて、まあ、マッサージするような感じでですね。水で洗うだけだと、最初、約まあ、5センチぐらい、生えてくるまでは、ギシギシで、例えば、風呂から上がってですね、バスタオルでぐちゃぐちゃぐちゃって普通に、拭くと、口が通らなくなっちゃうんですよ。でしょうね。なので、シャワーで、ジャーっと洗いながら、その長い髪の人なんか特に、目の粗いブラシで、こう、ブラッシングしながら、シャワーをこうやって、シャワーでこう流しながらブラッシュしていただいて、そのまま、上がったら、上からこう、押さえるとか、上からこうやって挟むようにして、乾かして、目の洗い物で、こう、ブラッシングしながら乾かすと。そういうようなことをしないと、もうなんかぐちゃぐちゃで口も通らないみたいな感じになっちゃうんですね。そういう意味では、なんて言うんでしょう。まあ、先ほど先生の話、水っておっしゃってましたけど、いわゆる湯、その辺の温度、まあ、それもね、初心者とか、ずっとやってる人でまた変わっていくのかもしれないけど、一番最初に、それこそこれ見てすぐ始めたい人っていうのはどんな感じがおすすめなんですか？まず絶対必要なことは、なるべく水に近い水。だから僕は本の中では、ぬるま水。そうですよね。ぬるま湯じゃないんですね。はい。ぬるいお水の方。どっちかっていうと、ぬるま湯っていうと体温よりも、まあ同じか体温よりもちょっと高いということですから、まあ35度から38度ぐらいの、ところがぬるま湯なわけですよね。で、それだと完全に油が溶け出してしまうので、やっぱり乾燥するんですよ。で、私も最初の頃はこの本の中にも、34度から35度なんて書いてたんですけど、今はもう30度以下にしてください。さらに下がりましたね。30度以下にしてくださいっていうふうに、まあ言ってるんですよね。僕、実は先生とメールでやり取りさせていただいて、ちょうど、まあ後でその話もしようと思ったんですけど、まあ今ね3ヶ月分くらいでやらせていただいて、やっぱり、とはいえ、38度ぐらいでやった方がなんか落ちた感、まあ何が落ちたかちょっとわかんないんですけど、で、32度とか30度とか、やっぱりなんか水の感覚だからまだそこのに慣れてないのかもしれないんですけど、先生からするとそれはもう完全にやっぱり僕のメンタルって言うとなんか修行みたいですけど、だけでやっぱりそっちの方がいい。早く効果を出そうと思うと、そのぐらいになります。ただ、やっぱり科学的な、毒性、っていうかね、界面活性剤で、バリアが壊しますなんていうほどの強烈な、バリアを壊す力はお湯には、まあ、ないので、よっぽど熱くないと。なので、少しずつ自分のできる範囲で、やっていけば、私はまあいいと思ってますけどね。僕は極端なんで、もう、今先生が早く効果を出そうと思えばって言われた途端に目がキランとした。そうすると早く効果出したいんだったら、じゃあもう30度とかでいいと。そうですね。30度ぐらいにした方が効果は早いですね。それちょっとすぐ僕も極論言っちゃうんですけど、冷たすぎはまたダメだったりするんですか？冷たすぎは問題ないと私は思ってます。冷たすぎるのは何か悪いことありますかっていうと、特に悪いことはないですね。まあ体にね、いきなり滝とか行って浴びたら心臓とかはあれかもしれないけど、ただストレス。水っていうものが冷たくて、やっぱ結構ストレスになるじゃないですか。そうですね。そのストレスと考えると、あんまりおすすめはできません。ただし、水を毎日顔ぐらい水で洗っているっていうことは、自律神経の訓練になります。冷たい水は、刺激で交感神経を緊張させたりもしますけども、同時に、副交感神経も、刺激しますので、はい、水で顔洗った後はなんとなくこう暖かくなりますよね。だから、で1日1回ぐらい、はい、今の人たちは、もう外に出るときもなんかこう、覆ってるような感じだし、うん、中にいるとき家の中にいるときはもうほとんど、同じ温度ですよね。はい、寒くなったりっていうことがないわけですよ。はい、暑くなったりっていうことが家の中にいる限りない。はい、それによって、やっぱり自律神経が非常に脆弱になるといいますか、弱くなっちゃうので、はい、やっぱりそういった、少し冷たい水で1日に1回か2回は、まあ刺激をすると、うん、そういうような、ことも、私はいいことではないかなと思っていますけどね。うん、ここまでね、もう基礎編だけで、すごく深い話を伺いたんです。ここからちょっと、エンジンかけていいですか？はい、どうぞ。こっから結構さらに、いろいろ突っ込んできたんですけど、はいはい、先生、そもそも、シャンプーね、はい、そういう意味では必要ないってことですけど、はい、ここからちょっとこう、業界には敵回すかもしれないですけど、そうすると、いわゆる散々、こう、オーガニックの転換。はい、うん、これは食事も含めてですけど、はいはい、言葉が今どんどん広がって、それ自体は悪いことじゃないと思うんですけど、シャンプー、に限って言えば、はい、オーガニックシャンプーだろうが、無添加も良くない。あえてそういう意地悪な聞き方です。いやいや、オーガニックだとか、そういう、例えばよく言われるのが、はい、あなたは、界面活性剤が良くないって言ってるけれども、うん、界面活性剤って今、食べ物にも入ってるんですよねって言うんですよ。うん、食べ物にも界面活性剤入ってるような安全なものがあります。はい、それは皮膚の話とは全く違う次元のものなんですよ。うんうん、皮膚に対して、いくらオーガニックだろうが、食べられる、うん、ものであろうが、何がいけないかっていうと、さっきから言ってるように、油を溶かすもの、うん、油の中に侵入していって、侵入して、自分の本来の油の中に入り込むと、それは異物になってしまうわけですよね。はい、やっぱり異物になると、本来の油の、働きっていうのはできなくなってしまうんですよ。界面活性剤の性質、うん、食べられるものであると食べられないものであると関係ないんですよ。その油の中に溶け込んでいくという性格が、はい、そのバリアを壊してしまうという性格につながっていくわけですから、はい、安全だなんていう安全な界面活性剤ってありえないわけですよ。そもそも。うん、じゃあ、油に溶け込まなければいいですよ。ちょっと界面活性剤じゃないじゃないですか、という話なんですよ。だから界面活性剤というもの自体が自然界にはほとんどないものであって、水の層と油の層と水の層と油の層でバリアを作っている人間のその皮膚のバリアに関しては、水の層も弾けない。油の層でも弾けない。そういったもの、またはその水の層も壊す。油の層も壊す。そういう界面活性剤っていう存在自体が、皮膚にとっては非常に困るものである。はい、破壊するものであると。そういう、ことを考えればわかるでしょうって僕は思うんですけどね。先生が本の中でも進めてる、純石鹸っていうのは一つありなのかなというのもちょっと感じたんですけど、その純石鹸にしても界面活性剤入ってる。純石鹸そのものが油も水も溶かすものですよね。はい、だから、石鹸そのものがもうすでに、界面活性剤ですから、もう当然良くないわけです。ただ、どうしても何か、例えば、どうしても落とせない化粧品があるとか、汚いものがついたとか、そういったことで石鹸で落とさなくちゃいけないっていうことになったら、先ほども言ったように私は温度の高いもので洗えばほとんど落ちますよっていう話なんですが、それでも石鹸を使いたければ、合成洗剤はないでしょう。思うわけです。人体に、人の皮膚に対して、はい、合成洗剤を使うっていうことは、私はもう大変なことだと思いますね。うん、なんでかっていうと、純石鹸っていうのは、例えば皮膚には少し入り込むかもしれないけども、入り込んで体液だとか、ミネラルだとか、そういったものと接すると、純石鹸としての働き、界面活性剤としての働きは、もうそこでなくなってしまうわけですよ。だからそれ以上侵入したり、悪さはしないんですよ。はい、だけど、合成洗剤っていうのは、関係なく、皮膚の中に、どこまで入っていっても、界面活性剤であり続けるんですね。だからもう侵入し続けるわけですよ。で、体の中に入っても、もう界面活性剤としての、働きは、維持し続けるわけです、はい。そんなものをつけてて、どうするのってね、うん、まあ、私はだから、どうしても石鹸使いたければ、まあ、ちょっと石鹸かなと。もうそれは、ね、先生としてはできればっていうか、まあ、基本的に使わない方がいいと思ってるけど、どうしてもっていう人のためのある意味、なんか、妥協案というか、そうですね。